ミオ、少しよろしいですか？はい。で、明日出発される際はこちらのお着物をお召しになるようにと。お父様が。いいですか、ミオ様。工藤清香様は冷酷無慈悲と噂されているお方です。今までの婚約者は皆逃げ出したそうで、どうかお気をつけて。お気遣いありがとうございます。お荷物、たったそれだけで。ほとんど捨てられてしまったのでがないんです。おつらかったでしょうに。道中で召し上がってください。ミオ様、それではどうかお元気で。失ってしまったのね。ここかしら。思っていたよりも質素な家。はじめまして、西森美代と申します。お清香様との縁談のお話をいただき参りました。お待ちしておりましたよ。私は工藤家使用人のユリエと申します。します。お話よ。さあどうぞお入りくださいませ。お邪魔します。ちゃんは今書斎にいらっしゃいますから、早速そちらまでご案内いたしますね。お初にお目にかかります。西森美代と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いつまでそうしているつもりだ。ございません。謝れとは言っていない。と、どうかお顔を上げてくださいまし。この日、このお方と出会ったことで、まるで雪の中で芽吹いた花のように、私の閉ざされた人生は、再び動き出したのでした。工藤清香だ。